ここから最後のまとめに入ります。ここまでまとめます。ですね。ポイント1、差別のない能力が証明される社会。ポイント2、不正入試は正しいか。これはあの、なんで女性は宇宙に行っちゃいけないんだっていうことで、最も適性のある、能力があるものが行くべきだと話をしました。 つまりこれはベストブライテスト思想というやつで、えー、1960年代にですね、ジョン・ F ・ケネディがアメリカの大統領になった時に、アメリカ中からそれまで政治家とか汚れた人ではなくて、最も優秀なビジネスマンとかそういうベストでブライテスト輝く人たちばかりを官僚に集めて、その結果アメリカを栄光の国に導こうという一大プロジェクトがあったんですね。 しかしそのベストブライテスト思想というのは、結局お互いのミスを認めず、お互いのミスをかばい合い、隠し合って、ベトナム戦争という地獄やアメリカへ連れて行くことになってしまった。これがそのピュリッツァー賞を受賞した、あの、ハルバスタムが書いたですね、ベストブライテストというですね、ドキュメンタリーの中にあるんですけども、あの、このね、ベストブライテスト、最も能力のあるものがトップに立つべきであるっていうのは、僕は未だ正しいかどうかわかんないんですね。だから、 あの、政治家でですね、えー、親のコネとかではなくて、能力があるものを選ぼうという考え方、僕は実はちょっと疑問を持ってるんですよ。能力があるものを選んでしまったら、能力があるものがトップに行けば行くことはどうなるのかっていうと、政治より腐っている行政の世界になっちゃうんですね。政治家より腐っている官僚の世界になっちゃうんですよ。 そこはベストブライテストな人たちがこんなもんどうせ説明しても国民にはわかんねえよという気持ちで彼らの閉鎖サークルを作ってそして彼ら自身がお互いのミスをかばってお互いのですね利益のために尽くした結果日本という国はこんな風になっちゃってるわけじゃないですかベストブライテストっていうのは僕は間違ってると思うんです。能力でですね人の上に立つ人間を判断すべきではないというですね僕にしては意外な結論を持ってるんですけどねだから これをじゃあ、これ人事で今話しましたよ。政治家とか行政って僕らにとっては別物じゃないですか。だから平気でこんな風に批判できるんですけど。じゃあ、我が身に変えて考えてみるとですね、私にふさわしい最も優れた異性というのを僕ら求めるじゃないですか。これもね、能力主義なんですよ。つまり、その、 イケメンとか美人とかアイドルとは言わないんだけども、私にふさわしい中で最も優れた人を欲しいからこそ、なんか、あの、あれですね、そういうアプリに登録してですね、ベストなものを探そうとしちゃうんですね。そういうベストなものを探すっていうことは、必ずしも幸せなことを呼ばないっていうのがポイント1と2です。ポイント3と4、能力主義は差別を解決しない。ポイント4、能力主義はストレス差別をしないですね。 まあ、あの、人種とか男女とか LGBT の差別は許されない。これはもう国際的なコンセンサスになって、僕らもそれ自体に反論する人はあまりいないんですよね。しかし、差別反対ゆえのですね、能力主義というのは危険であるんですね。えー、能力主義というのは階級社会をステルス化してしまう。なんでかと,いうと自分たちが差別に反対しているという自覚を持つがために、能力主義という差別支を持っていることに気がつかないという現象を起こしてしまう。 ポイント5と6、能力も運のうち、絶対病とという悲劇。成功者というのは必ず優秀ゆえに成功したとか、努力ゆえに成功したというふうに、まあ、結論づけてしまうわけです。で、能力主義は普通の人を差別し、つまりマックジョブという差別して、で、そういう人たちから自信を奪ってしまうわけですね。あの、職人が尊敬されない社会に日本はなってきちゃった。優れた職人はそれだけ多くの富を得るべきだ。つまり、 いや、なんで好き合わし二郎行くんですかそれは二郎さんのね、握りが特別いいからだって言って、そんなね、カウンターに座って寿司つまんで5万も10万も取る店が正しいわけないんですよ。<laughs> でもそれを僕らが思っちゃうのは、優れた職人はそれだけ優れた報酬を得るべきだっていうふうにですね、心の中でどっか思っちゃうからですよね。 で、歪んだ考え。優れた職人というだけで評価されるべきだし、尊敬されるべきだし、それどころか優れた職人ではなくて、普通にマックで働いている人やコンビニでや牛丼の店員で働いている人をですね、尊敬しろよって話なんですよ。そうでなきゃ社会が狂っちゃうからですね。すいませんね。<laughs> ちょっと時々本気が入っちゃう <laughs>。ポイント7と8。えぇ、ー、最初からいろいろ持っている人たちと上級国民の世界ですね。 上級国民っていうのは見えない階級余韻に生まれました。上級国民は逮捕されない。ヤンキーの論理で守られて言てるからですね。あの、なんで、その、なんだろうな、上級国民の話で逮捕されなかったりですね、あと、なんだろうな、国会でですね、資料を出せとかあるはずだと言っても隠されるのかっていうと、彼らのサークルの中の裏切り者になるのがみんな嫌だからですよね。先行に脱ちは売れねえよ。 同じなんですよ。僕らが持っている感覚と。例えばその森友学園問題というのがあるじゃないですか。で、僕政治のことは本当に興味なしでわかんないから、間違っていることを言うかもわかんないですけど、間違ってたらごめんなさい。当時の総理大臣のですね、安倍さんに不利な証拠があるから、それを国会に出せないというような流れだったと思います。もう僕はそういうふうに理解してます。出せるはずないじゃないですか。だって、その、なんでかっていうと、その、出せって言われている人は、霞ヶ関官僚っていうですね、身内の世界に生きてるわけでしょ。う。 だったらですね、ダチのそんな改ざんした資料みたいなものをマスコミとか国民っていうですね、先行に売れるか。こんなことできるわけじゃないですか。僕らですら、ダチを先行に売れないっていう世界観を持ってますよね。倫理観を持ってるんですよ。彼らも全く同じなんですよ。彼らは官僚でエリートだからじゃないんですよ。彼らは彼らで僕らに目に見えないサークルを作ってて、だからダチは先行に売れないと思ってるだけなんですよね。全く原始的な本能で彼らは行動してる。 ですね。コミュニティの倫理が法律より優先するからですよ。これをですね、非難する人は、じゃあそいつは友達を先生に告げ口できるのかって話になっちゃうんですけども、できないでしょう。国民への奉仕より霞が関の論理が優先する。なそれはなんでかというと、学校への忠誠心よりダチとのつながりが優先する。僕らの気持ちと全く同じなんですよ。だから、ダチをチるようなやつは許さない。 もう自分もそんなことできないから森友文章っていうのは出てこない、もしくは塗りつぶされたものになっちゃうわけですね。サンデル教授はこういう事態にですね、どのように対処すべきかっていうと、階級はまず肯定します。人間が社会を作って生きている結果、貧富の差は発生するし、 その貧富の差っていうのをお互い正当化することによって上級国民みたいなものが出てくる、もしくは貴族みたいなものが出てくる。それはもう否定できないから、それは肯定します。で、その代わりにですね、彼らはそういう階級にいることを自覚させて、それより大きい他の共同体にも所属させる、しているということを自覚させろっていうのが、 結論なんですね。だからこの本の結論すごいわかりにくいです。アマゾンのレビューとか見てもらったらわかるんですけど、みんな問題定義はわかるんだけど、結論がわかりにくいって言ってるのは、サンデル教授が言ってるのが、その根本何かっていうと、階級は肯定している。しかし、その階級に所属している者たちに自覚させて、それよりも大きい共同体に自分たちが生きていることを分からせろっていうふうに言ってる。そのためには議論しかないっていうふうに言ってるんですね。あの、ハーバードでですね、 この本を出す、こういう講義を出す、するのはそこなんですよ。エリートによる、エリート思想の批判だけがエリートの分断を防ぐわけです。上流国民のみのサークルというの,の存在を許さないですね、えー。先行にダチは売れない。これはもう人間の本能でどうしようもないことだとしたら、この叫びは本能レベルなんですよ。人間の業なんですよ。じゃあ、それを超えるにはどうすればいいのかっていうと、先行もダチなんだよしかないんですよね。 先行もダチなんだよと。つまり、その、なんだろうな、連帯の階層化しかない。その連帯意識を階層を飛び越えて持つしかないんですよ。あの先行はな、俺の家族でもあるんだよ。だから、お前はダチだけど、俺はあの先行を裏切れなんだ。っていうような、この理屈しかない。ですね。階級を肯定する限りは。上流国民を孤立させてはいけないんですよ。ここ、ポイント。上流国民っていうのは、彼らは孤立しちゃってるんです。 それを孤立させてはいけない。同時に、下級国民も孤立させてはいけないんですね。それぞれが、彼らが持っている連帯とか、あと、なんだろう、身内意識っていうのを否定せずに、多数のレイヤーを用意して、その別の階層ごとに取り込んでいくんですね。まあ、つまり、本当に言えば、その人たちが持っている趣味とか、あの、なんだ住んでる場所とか、それごとの、あの、サークルがあって、そこにも忠誠心を持つようにしていく。つまり、議論をどん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 大きくしていくことしか、 これを乗り越えることはできないという結論になっています。まあ多分ね、これがそんなふうに分かりやすく書いてくれてないんですよ。でもこれ、こんだけ時間かかったんですけど、これが精一杯分かりやすく翻訳したサンデル教授の訴えです。えー、まあこれをですね、具体的にじゃあどうするのかというのを考えて、えー、実現するのはですね、まあ皆さんの仕事だと思います。僕の仕事はここまでです。お疲れ様でした。ああ、疲れた。<laughs> じゃ